はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、40日目の朝になりましたね。もう早いもんですね。 なんだかんだやってるうちに、まだ次のフェラルフォード来るんじゃないかっていう話ですけど一応ね、このモットーねつけました。これつけたらさ、ほら真ん中わかる？ピンクのさ、放射線マークが出ました。で、一応ステータス見ると、あ、これね、これが 出ました。これ一応なんか放射線の影響が少なくなりますよみたいな感じのことが書いてある。Google 翻訳なんでよくわかんないけど。これが出たっていうことは、今度こそ多分大丈夫なんでしょう。今度こそ多分、荒れ地に行っても平気なんだろうなと思う。でね、ちょっと思ったのは、もともとね、これついてたんですよ。アーマチャー上げるやつね。これはね、つかないみたい、一緒に。これがついてると、このモッドはね、つかないみたいですね。この辺。これつけてたら、アーマーチャー上げるプレートはつけられないみたいです。はい。で、あとは、昨日の動画でね、ほら、忘れてた1台乗ってないのがあったでしょ。ね。でね、こっちにね、ちゃんとほら、見て。これ、駐車場作りました。じゃじゃーん。これです。昨日乗ってなかったの。ノバ。はい。ノバって、シボレー、の車なんですけど、昔売ってたね。シボレーの、なんで、シェビー2かな？シェビー2のグレードの一つだったかな。で、これなかなかね、優秀なんですよ。小型車なんですけど、小型車なんだけど、でかいんだよね、これやっぱね。アメ車だからね。なかなか優秀で、これほら見てください。19メートル。速い。向こうのホットロットが、こいつが20だっけ？こいつには勝てないんだけど、あれ？こいつ20だったかな？こいつ20ね。こいつには勝てないんだけど、でもね、いや、これもまあまあ早いみたいですね。ちょっと乗ってみましょうか。一応ほら見て、出れるようにしてあるんだよ。ちゃんと出れるように。まだ使ってないんだけど、ほんとちゃんと出れるのかな。ちゃんと出れるんでしょうか。ちょっと行ってみましょうか。ガーンってぶつかるじゃん。ちょっと坂道きついね。坂道きついね。頑張れ、ノバ。小型大衆車だからね、これどちらかっていうとね、ノバってね。出れんのこれ、ちゃんと。でかいから引っかかるんじゃないのこれはみ出してない？大丈夫か？いけんのかなはみ出してないですか？ガリ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 っていかないこれ。一応ね、エレベーターをつけて上に出れるようにしたんですけど、出れるよっていうだけでさ、普段使わんよね、これね。普通にさ、荷物の、普通になんか回収してね、待って、引っかかってる。お前、でかすぎるんだよ、ノバ。普通に回収して持って入った方がいいよねっていう話ですよね。多分、一応出れるように作ってはみたけど、多分使わないかなと。はい、ゴー。ほら、見て、結構速いね。結構速いわ、やっぱり。さすが19メートル。20メートルにはかなわないけど、ぶつかった。ハンドリングはどうなんでしょうか。ハンドリングは、スピンしそうだな、こいつ。あ、こいつはスピンするな、多分。変な曲がり方するとね。こいつはスピンするわ。カウンター当てちゃいけない車だ。カウンター当てるとスピンするやつですね。はい。修正は効くっちゃ効くね。そういや、ちなみにこれ、ノバっていう車なんですけど、さっきから油断のも言ってますけどね。車好きの人知ってるかもしれないですけど、このノバっていう車に関する、ちょっと逸話があるんですけど、うんちく垂れていいですか？シボレーがね、売ってた車だって言いましたけど、GM が作ってシボレーが売ってたんだっけかな。なんかそんな感じなんですよね。でね、ノバっていうこの名前はね、スペイン語ではね、動かないっていう意味になっちゃうらしいんですよ。動かない。だからね、スペイン語を使ってるところではね、全く売れなかったっていうね、逸話があるみたいです。有名な話なんですけど、でも実際はね、後から取ってつけた話じゃないかみたいなね、都市伝説みたいなところもちょっとあるんですけど、なんかね、一応これね、車好きの人だったら知ってるかもしれないけど、割と有名な話です、これ。動かないっていう名前をつけちゃったからね、スペイン語の使ってるところでは全く売れなかったっていうね。
名前って大事だよねみたいな、そんな感じの逸話が残っております、ノバという車には。はい、ということで、まあ乗った感じこんな感じですね。うん、まあちょっとこれは早いけどスピンするわ、うん、スピンする。カウンター当てるんじゃなくて向いてる方向にハンドルを切った方がまだスピンしなくて済むかな。ワンって言われた。まあでも乗るんならやっぱホットロッドだね。どうでもいいけど、これあのエレベーター乗るのかな、降りれないんじゃないか、これ引っかかって引っかかって降りなかったりしてね。あのエレベーター割とねでかいかと思ったんだけどね、車乗せてみたらそうでもないんだよね、意外とちっちゃいんだよね。なんかちょっとねどうなんだろうね。あの普通の車は乗るけど、ホットロッドは確か乗ったような気がするんだけど、ちゃんとね。うん、ということで戻りましょうか。鳥来てるけど、鳥よりこっちの車の方が速いんじゃない、19メートルだからね。なんすねちょいちょいやっぱこう読み込むのがねうざいね、跳ねちゃうよどんどん。あいつはあのなんか NPC みたいなやつは当たり判定ないのかな。あー帰ってきた帰ってきた。あ止まらねえ、止まらないわ、ブレーキ効かないあんまりちゃんとこれちゃんと降りれんのかな、この辺。あだからケツがつっかえるなこれな。斜めに乗ればいいのかな、斜めにしたらいいの。あ斜めにしてもダメか、無理か。こんなもんいやなんかガーンってなりそうだね。まあいいや、はい、やってみるかガーンってなりそうだ、ね、落ちないじゃん落ち降りへんやないかい。これ取るしかないよね、取っちゃえばいいんだけどね別にね、何も入ってないからさ荷物がね身も蓋もないね、この機構身も蓋もないよ本当に一応作ってはみたけど、まあ、多分使わんよねっていう話だよね、うん、使わんよこんなの、うん、普通に普通にこうやって持って帰るよ持って帰った方がいいでしょ普通にね、えその方が明らかに早いわまあまあ飾っときましょうか、一応ね飾っときましょう、せっかくなんで。どこ こんなもんかな、ポフッと。まあ、ちょっといい色してんだけどね、ちょっと汚いんだよね、なんか錆びてんだよね、なんかね。ちょっと若干錆びが見えるって。うん。やっぱ乗るならこれでしょっていう話なんだけど、これもまあでも持って上がるから別にもうこっちには行かないかなっていう、そんな感じですね。はい。で、一応ね、荒れ地の方を、ざっくり見てきたんですよ。ざっくりとか結構ね、走り回ってきました。ね、まあ、全部じゃないけど、この辺、ま、町があって、トレーナーあってみたいな感じですね。で、面白そうなのは、荒れ地じゃなくてね、めちゃめちゃさまよってた、トレーダーっていっぱいトレーダーあったんですけど、なんかね、この辺が面白いかな。どこだっけな。これとかね、ここ行ってみたいんだよな、ね、ここ。これ。これなんかね、なんだっけ、ランバージャックミルなんだけど違うのよ、なんか行ってみたら地下があんのめちゃめちゃ地下があるんですよこれ。あの表のこの上に乗っ、このピラミッドの上に乗っかってる建物はあのジャックミルなんですけどなんか違うの、改良されてんの。うん、あとね、まあ、ここら辺なんかお城とか船がバイキングの街みたいな感じで、これ船なんですけど、この辺にお城みたいなのがあって、ちょっとなんか面白い感じ。これお城かな。うん。あとはね、まあ変、ちょっとね、これもお城かな。これもお城ですね。まあ割と変わった建物まだいっぱいあるなと思って。ちょっといろいろ行ってみたい気がするんだけどね。まあその辺またちょっと考えておきます。どうしようか。次回ちょっと探索行きたいんだけどね。うん、ここはね、前行ったあの、なんか、なんだっけ。インディ・ジョーンズのとこだっけ。あの、こう、裂け目があってさ、クレバスに入ってくやつね。で、自分が住んでたの、ここだったと思うんだけどね。これ私作ったやつよね。これ多分違うかな。
ね、これ穴掘ってある、これずっと掘ってあるからね、多分ここ、この間やってたのここだと思うんだけど、うん、まあこのすぐそばにね、ある。そんな感じかな。こっちの方はね、ちょっとまだちょっとなんかありそうなんだけど、まだ行けてないっていうか、道がね、道をなんずっと走ってたんで、これ道沿いをね、道沿いをずっと走ってたんで、道がこっちに行く道なかったから、こっち行けてないんだよね。あ、ここ行ってみる、こっち行ったらあんのかもしれないね。まあそんな感じですかね。意外とね、荒れ地そんなにないんだよね。意外とね、荒れ地の面積は狭いかもしれない。まあ町的にはここはまあ大したことないんだけど、町的にはこの辺が大きいかなっていう感じはするんですけど、あの大きな建物はないんだよね。なんか見た感じ高いビルとかね。この辺も、ここのトレーダーが変なトレーダーなんだったかな。変なトレーダー結構あるんだよね。なんかおかしなトレーダー結構あるんですよ。ここもなんか、このトレーダーもなんかおかしい。あ、ここ行ったっけ？あ、ここ行きましたね。なんか土が持ってるとこね。これなんか行きましたね。紹介されて、紹介されて行ったとこだ。この辺もなんか変な建物だったかな。ここもなんかおかしいな。なんか変なトレーダー多いんだよね。なんかまあそのうちね、あ、ここもなんか、もうなんか変なやつ。変な。普通の、あの、バニラにあるトレーダーじゃないトレーダーね。まあ、そのうちまたこの辺も回ってみましょう。で、次回はちょっとどっかね、めぼしいところを行ってみようかなと思うんですけど、この辺、なんかこの辺のね、変わったところ、ちょっと難易度の高いところに行ってみたいね。またその辺、次回、お楽しみに。探索に行きましょう、ここら辺を。なんかね、どの建物だったか忘れたけど、ブラックシールドなんとかって書いてある建物もあったんですよ、でかい。これだったかな？これじゃないかな？ブラックシールドの本拠地なの？これとか思うようなね、いかにもやばそうな建物も一個見つけたんで、そこも行ってみたいんだけどね、それがこれだったかな？違ったかな？なんか、ね、ブラックシールドの組織のさ、なんか総本山みたいな建物があったんで、そこもちょっとね、そこも行ってみたいね、本当にね。ということで、まあ今日はもう喋るだけでどこも行かないんですけど、この辺つきましょうか。ここ作るだけでね、疲れちゃったの。ここ作っただけでも疲れしました。はい。最近ちょっと仕事が忙しくてね、あの、土曜日も出勤してるんで、この間の土日も動画1本しか上げられなかったんですけど、ちょっと8月もね、なんか忙しそうなんで、変なね、くだらない動画が多くなると思いますけど、本当に、長い目で見てやってください。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。